じゃあ来てください。なんだよ、お前の精子だろ、気持ち悪い。いいえ、犯人のです。やっぱり犯人はここに戻っていた。そして G 行為をしていました。この状態から見るに触るな、病気になるぞ、ウサミ。犯人は2日おきに来てます。しかも最後に来たのは2日前。犯人は今夜ここに現れます。なんてこった、こいつはとんだ精子探偵だぜ。今度は距離と高さで犯人の身長や年齢が割り出せるかもしれない。お前にそんな特殊能力があったとは。何なんだこりゃ。こいつが犯人です。何なんだこれは。ウサミはそっち。あいつがやったのか。俺たちから逃げ回りながら。ゴールデンカムイ。こんな話、俺も最初はホラ話だと思ったけど。